僕が見えるのクポ。あなたたちは選ばれし人クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が天使のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り、僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしいクポ。商品をみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと交換するクポ。まずは会員になってほしいクポ。メダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。ええ？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。来てくれて嬉しいクポ。メダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。子供じゃどうしようもない問題も多くてさ、解決してくれると助かる。クラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、
怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？ああ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。あ、エアリス、どう？お花なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵でしょ。そういえばさっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。心配することがあるだろう。フォリア先生との約束、私帰るね。知ってる？リーフハウスの子たち、いつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちがお若返るわ。見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束、ハウスに帰らないと。幽霊が出るんだって。製品の作エアリスはいい子だよ。他に使えそうなのは。なあ、ササキさん、じいちゃんの魔航路話が止まんねえんだ。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわぁ、ごめんなさい。番組では戦争によって、クラウド、どこ行くの？うわ、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。あ、内緒だぞ。話したら罰金だからな。うわ、勉強の時間。5番街の日向には家に帰ることに。お前に売る武器はない。あんた強そうだな。
また寄ってくれ。Thank you.
ではすでに戦争は始まっているという。マコールを狙うなんて卑怯よ。憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。マコーロが爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。誰か腕自慢はいないか。この先が五番街スラム。シンラの兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。考えすぎか。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。引っ越してきたはいいけど。列車はまだ止まってたか。いい武器だな。ウォールマーケットで針金全部。あんたソルジャー。すごかったな。爆破予告のおかげでウォールマーケット異常なし。モンスター警戒中だ。マコーロの燃え方ひどいな。あれ駅はどっちだっけ。神羅のスキーヘッド。5番街スラム特製ミートボールはいかが。くらえ。
終わったな。すぐ済む。協力すれば。沈め。やっ。やっ。やっ。投げだ。何。頑張るね。当然の結果だ。
集中していく。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。また戦争になるか。おう、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。女房の墓は川を進んだ奥の墓地にある。でも墓地には墓地の鍵がないと入れないらしい。俺は武器屋さばやばい。
いな。ね、こっちだよ。避難者に対する支援として、神田カンパニーは保有するアパートの点検頼めるか。予備の電球を買ってくれたら安くするよ。商売上手め。サボテンダーガムと取るね。最近またやりたいな。ワンちゃん見かけない顔だな。もっと飛べなくなましよ。スキルだよ。一流の商人になるには。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ。秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。ガマ王なんかに負けないよね。ソルジャーさん強いもん。やられはしない。
引き受け。気をつく。まだ切り替えよう。このままでは。集中していく。やっ！さあ！えい！くっ！叩き蹴る！Hit!
余裕だ。やっ、おい、やっ、集中して、こんなところで。なんとかしなきゃ。ここで仕掛ける。
また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理、女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ、モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。 5000? 金、金、金。ああ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。ところによっては雨が降るかも。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた？ああ。じゃあ顔と声に出して。何でもや、客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。アバランスの行いに帰っている多くの住民たちが。お前に売る武器はない。
Good.